東口独協大学前駅は埼玉県草加市松原一丁目にある東武鉄道伊勢崎線の駅である東武スカイツリーラインの愛称区間に含まれている駅番号は TS17 副駅名は草加松原東武伊勢崎線は1962年5月31日に A 団地下鉄日比谷線との直通運転を開始し 都心に直結する通勤路線に変貌を遂げた。当時は高度経済成長期の真っただ中で旺盛な住宅需要に応えるために東洋一のマンモス団地と言われた草加松原団地が線路の西側に隣接する形で建設された。当駅は草加松原団地の入居開始に合わせて同年12月1日に松原団地駅として開業した。 1964年に団地に隣接する形で、独協大学が開校した。独協大学の誘致には、東武鉄道も関与しており、東武鉄道の子会社の社長であった、関港が大学の運営母体である、独協学園の理事に転じて、大学経営を主導するなど、両者には密接なつながりがあった。開業当初は、地上駅であったが、 鉄道高架複々線化事業により1988年度から現在の高架駅となった。トラス屋根を活かして自然光を取り入れ、コンコースに樹木やベンチを配するなど明るい共同空間として仕上げた点が評価され、1993年度の草加市第6回町並み景観賞を受賞した。2003年3月からは草加松原団地の建物や、 設備の老朽化が進んだことにより、都市再生機構が団地の建て替え事業を開始し、コンホール松原と名称を変えた。2014年3月に、東口の旧日光街道にある草加松原が国指定の名称地、奥の細道の風景地に指定されると、駅名変更の動きが地元で高まり、草加商工会議所を中心に、 松原団地駅名変更協議会が設立された。駅名変更の要望は、同協議会と市の連名で、東武鉄道に提出されていた。東武鉄道は、大学のある町として、地域のイメージアップにつながる上、名称地、草加松原を副駅名とすることで、観光地としての PR にもつながるとし、2017年4月1日に、当駅は、 独協大学前駅に改称し、副駅名として、草加松原を導入することが決定した。また、名称変更に要する費用は、独協大学が全額負担した。地元の要望を受けて、駅名を解消するのは、東武鉄道では、これが初めての例となる。島式ホーム一面二線を有する高架駅、観光線のみホームがある。東武鉄道の駅では、 思考的に1972年から設置していた西新井駅を除くと最初に自動改札機を設置した駅で1992年に新駅舎共用と同時に設置された2019年度の1日平均乗降人員は59,443人である伊勢崎線の駅では第8位である伊勢崎線の普通列車のみ停車する駅としては竹の塚駅に次いで 上空人員が多く、急行停車駅である、千元台駅や越谷駅をも超える。1980年代前半は、準急停車駅である隣の総加駅よりも多く、1990年代前半まで1日平均上空人員が6万人を上回っていた。その後は、減少傾向が続いていたが、2011年度以降は、増加傾向に転じている。 近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。スーパーや、大手ドラッグストア、大手飲食チェーンが多数点在し、カラオケなどの若者向け娯楽施設も多い。西口では、再開発が進められ、12000平方メートルの土地に、地上2階建てのショッピングモールが計画されている。東口と西口に、ロータリーがあり、そこから運行されている。 運行路線の詳細は、東武バスセントラル、草加営業事務所及び、旭自動車腰ヶ谷営業所を参照。ありがとうございます。